つ言うとですね、メインのカード何にしようかと思って、迷ってました。本当は柴田選手対誰々、村上選手対誰々っていうシングルマッチ2本立てでいこうと思ってました。もう当初からずっとそうやって思ってました。それがですね、うちのあの専務西川というのがいるんですけど、西川のホームページブログにですね、ファンからの書き込みが9月の11日の畑をするって言ったらずらーっと並んだんですよ。ぜひその村上さんと柴田さんの試合が見たいというのがずら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 ーって並んだんですよ。僕まさかその2人の試合を自分自身で組むと鼻から頭ありませんから、そういうのが。でそれを見た瞬間に、あ、ファンがこれだけ見たがってるんだったらもう開幕にふさわしいかもしれないから、もう見せてあげようと。で2人でそのじゃあビッグマウスラウダはこれからこういくんですよって、この団体の将来のあり方をかけた試合をしてくれるのが一番いいかなと思ったんで、これはねファンが決めた試合です。ファンに後押しされたっていうか、ファンが決めた名イベントです。それに僕が乗っただけです。本日のメインイベント、時間無制限一般勝負を行います。青コーナー、183センチ、98キログラム、柴田勝頼。理想は今夜このリング上に、柴田勝頼。赤コーナー、186センチ、105キログラム、村上。何のためのビッグマウスラウドか、目にもの見せる村上和成。メインイベント、時間無制限一本勝負完全決着ルール、砂漠レフェリーは山崎和夫です。さあここからは解説として見届け人でいらっしゃいます元週刊ゴング編集長、プロレス界のご意見番竹内康介さん、そして新日本プロレス時代からの過激な仕掛け人こと新間久志さんにお越し願っています。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあもうお二方の気合も伝わってまいります。この村上対柴田、今柴田が突っかけた、かわしてハイキックは村上です。両方を取った柴田。さあまず新馬さん、この戦いに期待するものはまず何ですか。まあ、村上は私は一番好きだけどね。そうですか。本当にリングの中でさっき船木選手が言ったように、はい、ファンに感動を与えるような、希望を与えるような、そして我々の思いがファンに伝わるような、そういう試合をしたい。これは新日本プロレスの精神だったからね。村上と柴田が必ずやってくれると思う、うん、打撃戦から当然入っていく。一本背負いに行こうとした柴田に対してスリーパーホールド村上。さあ竹内さん、はい、やはり同じような質問にはなりますが、どうですこの一戦にまず期待することは。まずですね、プロレスで頂点を極めようとする柴田とですね、はい、総合を目指してですね、総合の頂点に立とうとする村上、このまさにプロレス大の意識格闘技戦ですね。なるほど。ビッグマウスを今後ビッグマウスラウドを背負っていく2人、村上と柴田、この2人が竹内さん、はい、開幕戦、旗揚げ戦ですね、はい、いきなりぶつかるというのも何とも言えないファンには痺れる話なんですが、まあ、ビッグマウスラウドがですね、どちらの方向を目指していくかというポイントですね。なるほど。これ今日の試合後にはそれがはっきりしているかもしれませんね。いや、踏みつけ攻撃村上です。得意の踏みつけ、旗揚げ戦のメインイベント、深い深い意味を持つこの試合でも、新馬さん、いつも通りの戦い方と言えそうですね。村上、わしはね、今日はプロレスの試合だっていうんだ、はい、村上はなんでグローブをはめてるのか私は分からないわ。なるほど。オープンフィナーグローブ、そう、はい、それでプロレスの試合をするっていうんなら、はい、今竹内さん言うようにプロレスの中の一格闘技戦だけれども、はい、村上はこの社長でしょ、はい、プロレスに感動を呼ぶ試合をしたいというんだったら、うん、プロレスのスタイルでやるべきですよ。なるほど。なんでグローブをはめてるのか私はその意味が分からない。あ、そうですか。ああ、新馬さんからはそのグローブに対しての意見がありました。膝を打ち込んでいく柴田、オープンに飛ばしてニールキック。新馬さん、あの若き日の前田明を彷彿させるような蹴りではあったんじゃないですか。前田は
違ってたよね。ああそうですか。うーん、柴田はこれからだし。なるほど。村上もこれからだし、毎度を目指してね、はい、切磋琢磨してほしいと思いますよね。でも彼らにもオーラがあるしね、はい、でも毎度はリング上がっただけで、存在感があった。やっぱすごいもんあったね彼は。そうですね。竹内さん、はい、前田スーパーバイザーはですね、スタートラインに立つ記念すべき試合だという言葉が以前ありました。この試合に関してですね、はい、本当に大切ですね。ここからあの前田明がですね、はい、IWGP 参加のためにヨーロッパに帰ってきた時はちょうど24歳、はい、今の柴田が25歳、はい、まさにこの20代から一つの歴史が始まっていきますよね。その戦いをなぞれるか、いや新たな歴史を刻めるかという、竹内さん、柴田にとって村上にとってのですから、今日の柴田としてはですね、村上にこのグローブを使わせないことですよね。なるほど。完全にグローブを使わせない、完封したやっぱレスリングを見せてほしいですね、はい、狂気を携えてリングに上がり続ける村上、いわゆるいつぶち切れるか分かりません。しかし切れれば柴田も黙ってはいませんからね。そうでしょうね。今は逆肩エビ固め、そして新馬さん、ちょっと足首のあたりもえぐくいってましたね。いってますね。だけどもう今言ったように村上が切れる前にね、はい、柴田が切れると思いますよ。なるほど。やっぱ今日はあの柴田の親父さんも来てるしね、はい、柴田の親父さんは21歳の時に私の実家1週間泊まって東京プレスの旗揚げ戦に備えたわけですから。そうですか。40年前になるけれども、その息子が今このリング上で熱く戦いをしてるっていうね、私にとってはもう親子2代こうやって見れるということは本当に喜びに耐えませんね。なるほど。柴田にも精一杯若さを出してもらいたいし、はい、村上にぶつかって自分の力がどこまで通じんのか、はい、柴田にもちょっと体重が欲しいね。なるほど。そのあたりはもちろん今後の課題ということにもなってくるでしょうね。そうですね。ただこの2人のやっぱりこのスタジアムの中ね、はい、ホールの中のこの雰囲気、はい、やっぱりリングの中に戦いがあるからですよ。戦いそのもの、はい、そうです。今日はね、やっぱり手に汗握るような、はい、そういう昔の新日本プレスの試合をね、はい、やっぱり私は思い出してますね、今。新馬さんが今、両方の拳をグッと握られましたね。そうですよ。前田も真剣になって見ているしね。そうですね。船木正勝氏もいます。そう。竹内さんも、もう試合、どうです？何かこう胸に込み上げる面が、ね、今日の試合にね、名勝負は期待しないんですよ。ほうと言いますか、ともかくですね、はい、終わった後にすごかったなというようなね、もうそれだけで十分ですよね。もうカウント 2.5 の応酬もいらない、はい、大技のラッシュもいらない、はい、ともかくね、お腹の底にずしっと残るようなね、そういうやっぱすごい試合を見せてほしいですね。竹内さん、思えば後世に名を残す旗揚げ戦というのは代々そうでしたね。そうです。やっぱりバレンタイン戦を見てもですね、はい、全てやっぱりここにどっかずしっと残るんですよね。おお、今キャプチュードの対戦に行くか。前田明スーパーバイザーの目の前、エルボースマッシュ、立ち上げていく、もう一発。この柴田のエルボーはいいですよね。キレがありますね。左ミドルハイ、3発4発もっといけ柴田、うんうんうん、倒れた村上、しかしその目の輝きは全く色あせていない。その顔面にジャンピング、いやー蹴りを目指す、打ち込んでいく、3発目。新馬さん、これこそが柴田爆発の瞬間と言えるんじゃないでしょうか。まだまだ少し未知のもん持ってると思いますね。それを出してもらえる、さっき竹内さん言うように、はい、名勝負 2.8、2.9 の応酬なんか見たくないですよ。なるほど。本当にすごい試合だったという、そういう試合見たいですね。プロレスラーの凄みという言葉よくありますね。あります。そういう面ではですね、やっぱ勝負が決まった時はね、最初にカバーに入った時にもそのままホール決まるようなね、そこまで相手をね、やっぱ徹底して攻めてほしいですよね。なるほど。歴史の中では名勝負ではそうした局面がありました、プロレスの歴史。その中にくさびを打ち込む、新たなくさびを打ち込むのがこの2人です。そろそろ村上がぶち切れそうですね。ものすごい表情。こっからが本番ですよね。この男は狼です。リングに上がれば
人間ではありません。どう噛みつくかですね。ミドルの打ち合い、共にミドルの打ち合い。いやー、島さん、ものすごい音ですね。もう投手と投手、戦いがぶつかり合ってますよ本当に。いや、場内の満員の後楽園ホールのファンも最初からもうボルテージは上がりっぱなしです。一発一発に声援が飛んでるもんね。そうですね、うん、そんな中連発で打っていた村上ニールキック、柴田の切り返し、共にダウンしています。やっぱり肉を切るか骨を断つかですよね。なるほど、その極限の戦いを目の当たりにしようとファンはこの後楽園ホールに足を運んでいるわけです。柴田は言いました、村上選手は唯一仲間だと思っている。その村上だからこそ思いっきりいける、村上だからこそ柴田のことを受けることができるっていう、ね、なるほど。俺の肉体にどれだけダメージを与えるものをお前持ってんのか、食らわせてみろと。共に立ち上がります。この辺りどちらが早く立ち上がるか、膝にいった柴田です。後方に回る、バックドロップがある、バックドロップがある。右の肩口から落ちた村上、体ひねったね、行きましたね。抑えた、山崎レフェリーカウント2。ちょっとまだカバーは流行ったかですね。もう一発、しかし掴んでいます村上、ドラゴンスクリーン巻き込んでいった。プロレス技でいきましたね。そうですね、しかしその後にパンチがありました。抱えてカウント3つ、村上和成、柴田勝頼を3カウントで下しています。ビッグマウスラウド旗揚げ戦を締めくくるメインイベント、2人の狂気が激しく交錯した激闘は村上が制した。代表という立場で旗揚げ戦のメインという重責を見事果たした村上、団体を背負うエースとして第一歩を踏み出した柴田、プロレス界の復興を目指しスタートしたビッグマウスラウド、その戦いの序章がここに記された。